はい、おはようございます。市の代表の斉藤です。今日も動画を撮っていこうと思います。今日はですね、以前紹介したシングルピンをつけて根元を立ち上げて一日中崩れないセンターパートを作りましょうっていう動画を作ったんですけど、今日はですねワックスの付け方をつけて説明します。ドライで立ち上げたものをワックスをつけて、なんかこうワックスつけるときにあれみたいな、全然こうナチュラルにしたいんだけどでもキープもしたい、でもこうオイルだと前髪が落ちてきちゃうなっていう方いっぱいいると思うんですよ。そういう時にどうすればいいのか、おっとワックスだからまだボサボサです。そう、オイルつけちゃうと常にこういう状態でこう根元だけが落ちてきちゃうんですよ。そこの根元だけ落ちてきちゃうと結局センターパートって根元がふわっとしないとかっこよくないので、そういう時に必要な技術というか、どうやってワックスをつけるとこう根元は立ち上がった状態のままナチュラル感を維持できるかっていう、今日はテクニックを紹介していこうと思います。これでもう髪が崩れることはなくなりますね。はい、ドライプラスワックスでも困ることはないと思います。では行きましょう。まず使用するのはグリース系のやつですね。ちょっと強いグリース系のワックスを少し出すんですよ。これつけすぎちゃうと結局動き出すぎちゃうんで、ナチュラルにしたいときはこのくらいです。うん、ちょっと小豆分、小豆じゃないな、いつもはピーナッツってことくらいですけど、ちっちゃい本当納豆の大きい粒、大粒納豆一粒分ぐらいちょっとなって、それをこう指にこうつけてください。で、だいたいセンターパートの上げたいところって、ここの前も言ったんですけど、ここですね、ここだけなので、ここのところを狙ってまずつけていきます。ここを硬いやつで、これ絶対条件がこう固めのやつを使ってあげてください。で、こういう感じで真ん中の上げたいところだけをまずこう狙ってつけてあげていく。ここですね、こういうセンターパート系だったらここの指1本分1本、指2本分ぐらいかな、人によって変わってくるんですけど、広すぎちゃっても良くないんで、僕はこう親指1本分半々ぐらいのところを狙ってつけていってあげてください。そうするとこうやって根元が立ち上がって、で最後つけた余ったやつをちょっとこう毛先につけてあげるイメージです。この時に量が多すぎちゃうと結局束感出てしまうので、量は少ないのをちょっとつけてあげてください。毛先で、僕耳かけるんであれですけど、耳かける方はここ耳後ろめっちゃボリューム出ちゃうんですよ。ここの端にここの髪の毛が全部後ろに行って、ここに溜まりやすくなってるんで、そこは手に残ったワックスでギュッと潰してあげてください。で、耳の後ろをギュッと潰して上にギュッと上げてもらうと、耳の上にこうオバリウムが出るんですね。そうするとこう見た時に、耳掛けの時もそうです、センターパートの時もそうなんですけど、ここのボリュームがあるとかっこいいですよ。でもここがここにありすぎちゃうと上とか下に行きすぎちゃうんで、ここは押さえて、ここですね、目と鼻のこのラインに上ボリュームが出る感じでキュッて入れてもらって、その下のところはワックスで猫の手みたいに、すいません、一回切れちゃいました。はいで、さっきの途中なんですけど、猫の手みたいに押さえてあげる。そうするとここですね、もうキープされてるんですよ。少量つけるだけで根元の立ち上がりがすごいキープされてるので、これはちゃんと守ってあげるとキープもするっていうのと、ナチュラル感も出しつつボリューム感出してくれるよって感じなので、つけるところはここだけで、手を上に上げるようにつけてあげてボリュームを出して、耳つける人だったら耳かけたら下から押さえて上に切ってあげてあげて、目と鼻のラインにボリューム出してあげる。で、またワックスを毛先につけてあげるっていうやつだけやると、もう今日から髪が一日崩れることないと思うんで、ちょっとやってみてください。これやるともう、ほら毛先は揺れます、でもここはブレないっていう、もうノーストレスのヘアスタイルライフが送れるかなと思うんで、試しにやってみてください。はい、今日も動画のご視聴ありがとうございました。またこう来てくれるお客様だったりとか、見てくれる方にこう参考になる動画、これからも上げていきたいと思いますんで、よかったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。で、IGTV 見てる方は引き続きまたどんどん上げていきますので、よろしくお願いします。できるだけ土日の夜だったりとかに YouTube を上げて、 IGTV は朝の時間に上げれるようになっていきますので、はい、ぜひ上げていこうと思いますので、よろしくお願いします。またこの動画見たいなとか、これ参考になったなと思ったらコメントしていただけるとすごい嬉しいので、ぜひぜひ
シェアして、明日からより良いセンターパートライフが送れるようにやってみてください。はい、今日も動画ご視聴ありがとうございました。では今日も楽しい一日を。ではまた。